はい、ラスなんですけど、皆さん、放射能によって、放射性物質によって変異した生物の代表格といえば何だと思いますか？はい、ゴジラですね。はい、これはね、皆さんおそらくこれ言ってね、大体の日本人は通じると思うんですよ。はい、あ、放射能、何それ、生物進化した生物？ゴジラ？あ、なるほどって大体の人はね、思ってくれると思うんです。でもまあ、これが、こう言ってさ、そうだね、原爆の話あったね、だし、でも実際にそういうことが起こらなかったのは、もうみんな事実として知ってて、ゴジラがフィクションだっていうのはもうみんな分かってるわけですよね。でもさ、それを未だにやっちゃってるっていうかさ、それを持ち出してきて、こう、ネタにしようと走ってくる中国の面白さ、ね。うん、面白さっていうか、こう、ね、コラ画像祭りというかね、はい。実際なんかこう、日本海というか東シナ海にゴジラが出るぞとかっていう画像があったとかなかったとかいや、あったらしいですよ、マジで。はい。いや、出るわけねえだろって話ね。いや、たとえ、あら、海洋生物が、東シナ海までさ、福島組んだりから来てさ、たとえそのベクレルちゃんがね、ちょっとでも悪いことしたとしてもさ、巨大化するまで至らないよね。せいぜい影響を受けるとしても、まあ、小魚かプランクトンかなだよね、せいぜい受けても。要は、こう、人間の3歳児が影響を受けやすいと一緒ですよ。こう、体に対して摂取するものの影響度が高い、まさにこう、ちっちゃい、代謝の早い生物だったら、影響を受ける可能性はないことはないけど、まさにないことはないだけであって、本気でこう、それをさ、実証できるかっつったらどうもならないし、まあ、さっきここで外科学まで持ってきたけどさ、結局さ、そのね、ベクレルちゃんが、どこのベクレルだかは、金、日本、札に金がないのと一緒で、ベクレルにもさ、看板ないからさ、どこのベクレルかわからんわけだね。ね、さっきの話じゃないけど、もし、東シナ海で、危険した魚が生まれたとしよう。はい。原因は、9割9分9厘。はい。大陸からの流出でございます。でよ、今回のコラボね、コラボ画像は、ゴジラじゃありません。はい。これで、言ってしまおう。ロブスターじゃなくて、ザリガニって言ってる時点で、コラ画像が確定ですよ。ザリガニ、超巨大なザリガニが手に入ってし、取れてしまった。これで食糧難が収まるぜとかって言って、はい。人体よりもでかいザリガニを片手で抱えてるおっさんが映ってんだけど、お前さ、そのサイズのザリガニさ、片手で持てるわけはねえだろってやつね。まずそこからスタートよ。だし、持ってるさ、普通のこう、なんだ、こう、ルアーフィッシング用のさ、アタッカーって言えばいい？こう、本当に細い釣り竿なんだよ。釣り竿でどうやってさ、ザリガニするの？ザリガニ釣ったことあるから。ザリガニ確かに、釣り針と糸で、釣り糸と餌で釣れるけど、でもそれって相手がハサミで掴んでくれるから釣れるんであって、それをさ、こう、水面上に持ち上げるだけの余力が人間になきゃ上がらないよね。はい、かけましょう。上がるわけはないんですわ。ね。まあ、そもそもさ、まあ、もちろんネタ画像なのわかるよ。わかるけど、これを真に受けてさ、議論を始めちゃうあたりが、すごいなーって思いますよね。はい。昔のさ、超巨大マグロとか、超巨大ザメとかのさ、コラ画像的なさ、あれもコラなのことなんか、マジなのことなんかわかんないけど、あるけどさ、それを現代社会でやるか普通っていうさ、加工したのが AI さんにバレちゃうぞって、思いますよね。はい。まあ、Google Pixel じゃないけど、余計な映り込みは消しますってなったら、この台に多分消えるぞ、確実に。はい。でね、隣にもう、その漁師の人と、釣り人の人と、もう一人さ、被るようにもう一人映ってんだけど、はい、こう、手の造成を見ると明らかにその人になんか渡してるように見えるんだよね。あーっていうね。でさ、甲殻類ってさ、でかくなりすぎると自重を支えられないんだよ。知っての通り。ね。はい。タカアシガニはなんで水中だとあのサイズ支えられるかっていうと、まさに浮力があるからで、地上であのサイズは絶対に上がりません。はい。外骨格が重すぎるからですね。で、
逆に外骨格では自重 の, あの内臓を重くて支えられないんですけど、そんでただただでかくすりゃ、ね、虫がでかくなりゃでっかい怪獣になるのか、いや、ね、あのソプライプロダクションさんごめんなさいって話ですよ、はい、あのごめんなさいマジでね、あの昆虫型 の, あの怪獣いっぱいいっぱいいたら知ってますよ、はい、植物型のもいたら知ってますよ、でも動物型のもいたら知ってますよ、リアルとしてそのサイズに動物がなれるわけはリーダーの自由的にってやつね。あのね、あの重さ的に無理じゃんっていう、あのなんだこう空想科学読本って知ってます、はい、あれですわ、うん、実際にやろうとしたら無理だよっていうのがすぐ速攻バレるってやつね。でもう一つ、はい、ちょっと数日前に流した福島の水がまだ東シナ海にたどり着いてないよね、どんなにどんだけ潮流早いねん、そしてたとえそれがもし原因、今奥方譲って届いてたとしようじゃないか、それが原因ででかくなるザリガニが今取れてたまるか、はい、それさっきのゴジラも一緒でさ、はい、あのあれもさ、原爆、あの元々のゴジラもそうよ、原爆落とされてでかくなるってさ、お前どんだけ成長早いねんさ、何食ったらそうなるのっていうやつね。そんだけ あのタンパク質が海中にないぞっていう話なんだけどね。質量の保存の法則学んでこいって SF に言ってもしょうがない、でもそれをコラボにする連中にはたっぷりと言ってやりたいと私は思うよ、はい、とりあえずね、魚市場に出してから言おうか、はい、魚市場にそれが並んでちゃんと出荷されて両手で食べられてるか食べられてる動画まで出たらちょっとは信憑性あるかもな、まあ無理だけどな、はい、と思う私でございます、はい、でかいザリガニただ大味で食った声食った食った気がしないと私は思うんですけどね、はい、でもロブスターもうまかったじゃん、はい、皆さんはいかが思いになりますでしょうか、ありがとうございます。